セランソニー・アンビオリス・ドミンゲス・タベラスは、ドミニカ共和国バルベルデ州エスペランサ出身の、プロ野球選手、ウトウミギ MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。2011年にフィラデルフィア・フィリーズと契約して、プロ入り。2012年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・フィリーズで、プロデビュー。15試合に登板して4勝4敗、防御率3.48。 40奪三振を記録した。2013年もルーキー級ドミニカンサマーリーグフィリーズでプレーし、14試合に先発登板して4勝6敗、防御率2.96、58奪三振を記録した。2014年はルーキー級ガルフコーストリーグフィリーズでプレーし、14試合に登板して2勝2敗、防御率3.12、24奪三振を記録した。 2015年もルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズでプレーし、2試合に登板して1勝1敗、防御率2.35,9奪三振を記録した。2016年は、A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズと A 級、レイクウッド、ブルークローズでプレーし、2球団合計で13試合に先発登板して6勝3敗、防御率2.34、65奪三振を記録した。 2017年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズと、A 級クリアウォータースレッシャーズでプレーし、2球団合計で17試合に登板して4勝4敗、防御率3.72位、82奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を、防ぐために40人枠入りした。2018年は、開幕を、A 級レディングファイティンフィルズで迎えた。 トリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスを経て5月7日に、メジャー初昇格を果たすと、同日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、メジャーデビュー。この年メジャーでは53試合に登板して2勝5敗16、セーブ、防御率2.95、74奪三振を記録した。2019年は27試合に登板して3勝、0敗、防御率4.01。 29脱三振を記録した。2020年7月31日にトミー・ジョン手術を受けたことが報じられた。フォーシームは98から99マイルパワーを計測することがあり、変化球ではチェンジアップを投げる。ありがとうございます。